はい、皆さん元気でいらっしゃいますか。今日はですね、CBM と CBMP、ね、まあ別々に説明してもいいんですけども、関連があるといえば関連があるし、関連がないことはね、関連があるね、を説明したいと思います、ね。このふざけた格好とは別にですね、真面目にいきたいと思いますが、ね、どうなることやら、ね、もう簡単にですね、説明したいと思いますが、まず、陽子先生、CBM っていうのは何の頭文字でしたかね。コントラリーボディームーブメントポジション、うん、それは CBMP ですから、今質問したのは CBM ですね。もう先生、あの台本も何もないので頭の中勝手にCBM、すみません、もう一回もう一回やり直し、コントラリーボディームーブメント、うん、これが CBM ですね。CBMP は何でしょうか。コントラリーボディームーブメントポジション、そうですね。だから、まあ、略語と言いますかね、こういうのを統合と言いますね。あの、世界保健機構 WHO というようにね、頭文字を取った言葉なので、頭、つまり頭という字ですね。だから統合、頭の字の言葉と言いますが、かえってそういう省略形になっているので分かりにくいんですけども、もう今日は非常に明快、単純明快にいきますので、あまりたくさん説明しません。まず、CBM と CBMP、ごっちゃになっちゃうと思いますね。でそれに、だいたい CBMP の CBM というのは、CBM というのの、CBM と全く同じ単語、コントラリーボディームーブメントですからね。でまず覚え方の一つはこうですね。CBM は M、つまり CBM というのは CB な M ということですから、ムーブメント。ムーブメントというのは動きということですね。だから CB なムーブメント、動き、CB 的な動きと、こういうふうに押さえます。いいですか？はい。ね。CBMP は、最後を取るわけですね。最後にしと P ですから、CBM な P。P はポジションですね。だから CBM なとか CBM 的なポジション。ですから、片やムーブメント、動きのことを言って、片やポジションのことを言うので、とにかくごっちゃになったらね、まあ、ごっちゃになってもその大した弊害というか害はないんですけども、ね、先生がその説明を、ね、するときなんかにごっちゃになってると分かりにくいのでね。だから、とにかく CBM は CB な M。ね、そして、CBMP は CBM な P、ポジション。一番最後のを、それまでのは就職っていうかね、その形容してると思えばいいですもんね。で、まず CBM からいきます。CB なポジション。まあ、多少簡単というか細かく言うと、コントラリーボディっていうのは反対、コントラリーは大体反対という意味ですからね、コントラチェックのコントラだと思えばいいので、コントラボディームーブメントと書いてあるテキストもありますけどね。だから、反対の、まあ、ボディ、ね、もう簡単にいきます。例えば、ナチュラルターンをしますね。ナチュラルターン全般。ワン、ツー、スリー。この時に、もう CBM というのは何かというと、この時に、ね、一歩目出ます。出る前ですね。3から1で少し回転して出る。下半身に対して、そのボディというのは上半身のことですね。腰から上のあたり。それを回転して出ることを言います。これなぜかというと、もう簡単です。理解の仕方は、こう理解する。もう100も200も説明しなくて済みます。もし、まっすぐという回転がなかったら、1ときますよね。1、2というふうに急激に回転しなきゃいけませんね。なぜかというと男性のその足というのは不連続ですからね。自動車のタイヤのようなものだったら連続的に行きますけども、足は不連続ですからそのまま人形のようになっていたのでは、1、2でパッとこう変えなきゃいけません。女性もそうですよね。1、2、こんなふうに対応できませんというか、硬い動きになってしまいますね。駒送りの写真のように。ですから、足は、かといって足は一緒に回転したらこっち行っちゃいますから、足はほぼまっすぐ最初出ますが、上半身はもうこうやって回していくわけです。これが、ムーブメント、動きですね。だから、どうして CBMP かというと、こうしたときに回転するので、足は右足が出るけれども、胴体は反対の方がね、出てしまう。もし、右側の胴体が出れば、こうなりますから、これはサイドリードという。やつでまたこれもありますが CBM は反対なので回転するときにこういうふうに
右足を出すけれども、左側の、ボディの左側が、今言ったそのローテーションっていうかね、それを作るために、ね、こうやって、ワン、これ、ね、こんなことをしたら女性も対応できませんもんね。それに、こんなふうに多分戻れないでしょ、戻ると思うとね。1、2、3ですからね。初心者の人はそれに近いこともありますが、でもなんとなくこうね、ちょっとだけこう上半身をねじったりするじゃありませんか。これが CBM です。CB なムーブメントですね。大丈夫ですか？どうだろうね、今はね。うん、わかりやすいです。交代の時ももちろんありますね。だから今だったら女性の例で、ね、こういうふうにしたら、それにこういうふうにね、まっすぐそのまま1といかないで、もう3からこういうふうに少し回転を始めていくのがね、男性も例えばナチュラルターンでこういうふうに CBM、このあとこのスピーターに入るときもそうですね。だから足というのは基本的にはフレンドですよね。そこしかつけませんよね。そこにボテッとそこにつく、つく、つくですからね、もっと歯車じゃなくて、なんだ、キャリア、滑車のような、下のね、車がついてるワゴンのね、テーブルのものであれば、こう連続に来ますからね、くるくる回って、こう自動車にこう行きますから、少し回転もできるでしょうけどね。なので、上半身の方をもっと連続的にこういうふうにね、回転をさせるために、この CBM っていうのを使うんですね。では、もうパッとテクニックブックのこのチャートと言われている図表ですね。これをお見せしちゃいます。これは初めて見る方もいるかもしれませんが、まあどちらかというと先生用の教科書で、ずっと昔からあるこの、例えばこれはナチュラルスピンターンの男性の足、女性の足型を描いたものですね。少しご覧くださいませ。またこういう足型もね、具体的に説明したりしたいと思いますが、はい、今青印マークしました。青い四角角が取れた、僕の性格のような優しい四角。まず男性は5歩目でこの右足 CBMP に前進というのがありますね。これはまた別の回でね、しっかり扱いたいと思います。そして、本当ならばこの表に、一緒にこの書くべきなんでしょうが、表の幅がですね、そうするとこの、今2番目の四角のところですね、フットワークというのと、CBM というのと、スウェイというのがですね、あと3つこの列が必要なんですね、欄が。で、はみ出てしまうのでね、この B5 の本なんですけどもね、なので、フットワークはこの 1HT なんて書いてあるのは、この表の一番左の端のことですね。一歩目と言いますか、そして二歩目とかありますので、CBM145 と書いてあるのは、CBM が一歩目と四歩目と五歩目にありますよという意味ですね。これまた別の回でね、本当は今回もお見せしたいんですけど、別の回でお見せしますね。そして女子の方をね、女性の方を見ると、美しい女性の方を見ますと、同じく CBM は一歩目と四歩目にあるということなんですね。男性は五歩目にもあるのに、女性は五歩目はないんかーい。と思うんですけどもね、それもまた別の回でね、しっかり見ていきたいと思います。とにかく CBM とか CBMP はこういう風にチャートに現れる言葉なので、今度ですね、別の回の時に具体的に見ていきます。そうすると今回勉強した CBM は CB な M、CBMP は CBM な P、ポジション。ということのね、具体例を3つも4つもやればもう嫌というほど、あ、こういうことだったんだなぁと、頭の中にすっきり入りましてよ。
CBMP ですが、これは、分からなくなったら先ほど言ったように CBM なポジション P ですから位置のことなんね。 CBM は動きのことですから動きね、ヒップ、ムーブメント、これもそうですね、ヒップムーブメント、ヒップの動き。それに対して P は例えば PP プロムナードポジションとかね、 CPP カウンタープロムナードポジションというふうにポジションなわけですから、まあ、ポジションというと組み方じゃなくて足の位置ですから、もっと単純明快ですね。これを理解するにはこう思えばいいですね。例えば今ブルースを踊ろうとか思ってこういうふうに、どの角度かな、こう、こういうふうに立ってるとするじゃありませんか。でブルースの場合はまあ右足がこう中に入れますからこのままでいいんですが、今こういうふうに立ってますね。で普通通り、まあ、少しっていうか半分ぐらいずれてね、立っております。でその時に今例えばじゃあ、まあ、今ちょうどブルースの1歩目をね終わったとしましょう。で2歩目の男性右足ですね、これを、出そうとしますが、この後中に入りますね。で外に出ようとする、当然この時どうなるかというと、まあ、既にこの1歩をついてしまってますから出にくいです。ちょっとずらして、ね、でずれて出そうとするともう当然こういうふうに相手を避けないといけませんね。だってそのまま中に入れたんでは、相手の足にぶつかってしまうか、そのまま前進したら中に入るかぶつかってしまうもんね。だからこういうふうに避けることになりますが、その時に例えばこっちを向いている左足に乗っている、そのまま右足をまっすぐ出すと中に入るかぶつかってしまうので避けて外に出す。そうするとこの時に簡単に言えば左足の線上で、左足のこう線がありますね、この左足の延長線がありますね、こういうふうにね。でそれに対して延長線上かもしくは少し越える、ね、横切るわけなので右足なのに左足よりも左側に出るじゃありませんか、ね、この位置のことを CBM なポジション CBMP って言うんですね。だから早い話がね、例えばこういうふうに立ってる右足を CBMP に出すといったら、今乗ってる足ね、まあ左足その線上か、もしくはさらにそれを左の方に越えて出す。だから右足なのに左側に出すので反対の、まあ、ボディの方に出すといったら CBM、ね、コントラリーボディームーブメント、ね、CBM、 M はあまり気にしなくていいんですけど、反対の胴体の方に右足なのに左の胴の方に出すからね、だからコントラリーなわけですの位置ということなので、これは動きではないのでねじったりすることとはちょっと別次元の問題ですね。なので、言葉の次元がね、型や動き、型や位置ということです。お分かりいただけましたでしょうか。交代ももちろんありますね。今ちょうど女性が交代するときにこの右足の線を越えて左足を左なのに右側に出す、なのでコントラリーなボディ、まあボディムーブメントのポジションということになるわけね。ただ補足を一つだけしておきますね、そうするとでも出すときにこうねじるんじゃないかなというふうに思われる方がいらっしゃいます。はい、それは当然ですね。こういうふうに、例えば今こっちから言いましたね。そうすると足は今お見せした通りでこういうふうに避けないからですから CBMP に出します。もしそのまま行くとこういうふうに非常に、まあ外には出れましたけれども、体がガバッとこう、一つ分ずれてしまいますね。ですからそれを解消するためにはお互いにこういうふうに体を向かい合わせつつ出さないといけないわけですね。それは当然ですが、ただそれはですね、この実はこの状態、まあ何も今ねじってない状態から急に出すときにねじっても、もうむしろ手遅れなんですね。その前に例えばフェザーステップなんかをするといい例なんですが、スローフォックスとかね、ワン、ツー、スリー、フォー、それとワルツの位置と一緒ですから、ここで先ほど全般に解説した CBM が行われますね。その結果ねじってこの足を振り出すときに、この足は外とはまだ関係ありません。カメラから外れちゃうかな。
ね、ちょうどワルツがワン、ツー、スリー、ワンと一緒ですから、まず CBM が起こりますね。まずというか、ここで CBM が起こって、その結果、回転してね、ちょうどワルツのナチュラルターンと同じように、こういうふうになります。ナチュラルターンその後横に行くので、こうですが、こうなりますね。そうすると、この時の男性左足、女性右足は別に外というか、いつも通りの左足の位置ですから、このままですね。でもこの時にすでにもう体が斜めになっているので、外に出やすいわけですね。これ以上もうねじらない。ここまでが CBMP でねじる、ムーブメント、動きが起こります。それで CBMP ね、こう出せば、ここでフェザーステップがね、うまくいくわけです。こういうような構成に、ね、なってます。女性も一緒ですからね。だから反対からもしお見せするならば、ワン、ツー、スリー。ここでボディの動き、CBM が起こります。CBM が起こって、ね、こういうふうに体は斜めになりますが、方向はこのままですね。そして、その結果、体が斜めになった状態で、女性は右足を後転することになりますね。まっすぐだったらこうですもんね。そうすると、少し斜めにサイドを先行させてますから、右足が外に出やすくなりますので、ここで CBMP に男性は右足前進、女性は左足後退、後退の場合は CBMP はありますからね。そしてまたニュートラルに戻りながらリバースタンドに入るわけですね。だから、まあその前にサイドリードが、ね、起こるわけですけれども、このように CBMP はサイドリードとセットで来ることが多いので、まあ、あまり深く考えると大変ですけれども、じゃあ今日のまとめでございますね。こう思えばいいですね。ここだけを見て覚えてもいいですね。CBM は CB な M、つまりムーブメント、動き。CBMP は CBM なポジション。ね、P、ポジション。とにかく分からなくなったら、一番最後の文字、M とか P に注目する。して、それだと思いますね。M はムーブメント、動き。P はポジション。ね、そして、人に説明するときも CBM は、例えば、ワルツ3から1で、回転、ローテーション、体をねじることですね、回転させる。それから、ポジションは、右足なのに、左足の線を越えて、越えるか、同一線上の場合は言いますので、ど真ん前。ね、ど真ん中とは言いますけど、ど真ん前とはあんまり言いませんが、ど真ん前か、越えて、もっとね、左。例えば、こういうふうに、プロムナードね、PP で、こう横行って次の単語のクローズドプロムナードのような時は大幅に CBMP になるので、アクロスしてというのがまたテクニックブックに追加されるんですね。ただ単に CBMP じゃなくて、大きく動きはアクロスしてということは、つまり横切ってということですね。でど真ん前の時は横切らないので、まあ横切りそうですけどね、横切る直前なので、ただ単に CBMP に前進とか書かれるんですけども、そうするとまたね、夜中までかかってしまうので説明がね、分かりましたか。そういうふうに CBM、CBMP、言葉の意味、迷ったら、片や M、片や P、そして実例はね、今言ったようにナチュラルターンの3から1、男女ともね、それから、アウトサイドに出るところ、ね、これをイメージすればバッチリですからね、今日はここまでにしましょう。先生もなんか書いてみるかな。はい、はい、おしまい。はい、ここでダンス英単語辞典の中身を見てみましょう。これはですね、コマーシャルを兼ねますが、なんと総見出し語1600、それを、400個のイラストを駆使してとことん徹底解説しております。ちょっと中身を見るとこんな感じですね。これは WDSF のテクニックのコスメティックスウェイというのを解説しております。まあ、細かいことはぜひ2500円でお買い上げくださってから見てください。これは別のこの回ですね。フリーダンスレッスン TV。フダレ TV の別の回でも説明しました。エロスラインというピクチャーポーズのね、ページです。まあ、こんな感じに細かく載っておりますけれども、今日はその中からね、まあ、著作権の関係もありますから、あまり深くお見せできないんですけれども、これは英単語の発音記号を解説した最初の方のですね。CBM と CBMP を見てみましょう。はい、それではすぐ凝り性で大変ですけれども、きちんとやろうと思うと、つい隅から隅まで
整えてしまおうとしてしまいます。ダンス英単語辞典ですね。もう本当にね、残り20冊ぐらいになってきて、私たち愛知県プロダンスインストラクター協会が、制作しました。私はイラストも描いております。私もたくさん執筆しております。その中からですね、ちょっと選んできました。今回の関係ある単語ですね。見やすいようにまとめておきましたけども、文字がちょっと小さくなって誠に申し訳ありません。では、頑張って、関係単語。まあ、CBM と CBMP ですが、contrary という最初の単語も見てみましょう。まず、contrary、一番上ですね。このダンス英単語辞典には発音記号、そして発音記号から一番、近いですね、表記のカタカナですね。ですから、contrary。これはあまり、日本語になっていない英単語で、まあ、読んでみましょう。どんどん勉強しましょう。形容詞で反対の、正反対の、逆の。また、名詞で正反対、相反する事物という意味で、まあ、コントラチェックのコントラという、窃盗時とほぼ同じ意味で用いられます。主にダンスの技術専門用語として、いろいろな単語にくっついて使われます。その代表的なものが、CBM ですね。Contrary Body Movement。直訳すれば反対の胴体の動き。例えば、ワルツのナチュラルターンをの第一歩をステップするときに、男性ならば右足を前進しますが、右回転が始まるので、上半身の側面は左側の方が先行します。右のサイドは引かれますからね、後ろに引くことになります。つまり、足とは反対の側の胴体が進むので、このように言うわけで、回転があるときは必ずこの CBM が発生するわけです。これはもうね、最初の方のレッスンの説明で十分ご理解いただけたと思います。では次に参りますが、結局 CBM とですね、CBMP が混同されるというかね、混乱するのは、この CBM という3つの文字は全く同じ単語。まあですからほとんど同じ意味ということですね。なもんですからもともと似たような単語ということなんですね。そしてレッスンの時にね、先ほどの解説で何回も言いましたように、こういう時はですね、CBM な P、CBM 的な P、ポジションと思えばいいので、じゃあ見てまいりましょう。非常によく用いられる技術的専門用語です。原義、大元の意味は反対の胴体の動きの位置。という分かったような分からないような不透明感ですが、定義は他方の足と同一線上、または少しアクロスして置かれた前進または後退のステップの位置。これはきちんとしたね、ボールルームダンス連盟のようなところが発行している、まあ、テキストの言葉ですね。ちなみにこの英単語辞典もね、一応著作権とかありますから、あんまり堂々と宣伝できないのでね、中身はね、ちらっと、このページだけお見せするような形になっておりますが、2500円なので買ってくださいね。あと20冊ぐらいになってしまいました。例えば、ワルツでシャッセ・フロム・ピーピーを踊って、次にナチュラルターンに接続しようとするときに、男性ならば右足を女性の右外側に前進しますが、このとき、もしそのまま脳天気にまっすぐに前進すると女性の足にぶつかるか女性の両足の間に入ってしまいますから女性の外側にステップするためには男性が自分の左靴の延長線上かもしくはそれよりも数センチさらに左側にステップしないといけません。これ右の図に書いてありますね。このように右足なのに左足の線上よりも左側に出す。右足っていうのはだいたい右側にあるので右の足というわけですが、それがあろうことか、左足よりも左側に出すことになってしまうので、反対側のステップするその位置、場所ですね。この位置、ポジションのことを、まあ、反動、運動的な位置というんですね。コントラリーボディームーブメントポジションというのです。ということで、右のイラストを見るとわかりやすいですね。まっすぐ出すと、女性の足の中に入るかぶつかってしまうので、非常に左側に避けて出さないといけない。その避けた位置が左足の真ん前か、もしくはさらに左側に横切っているということなのですね、